吉川氏、吉川氏は、藤原南家工藤流の流れを組む日本の氏族。吉川の名乗りは、駿河国入江荘、吉川、現在静岡市清水区の地名に基づくもので、入江景義の子であった景義が在所名を取って、初代吉川氏となった。初期での表記は、一定せず、吉川以外に、吉川、吉光とも書かれている。鎌倉時代になると、梶原景時追討で功を挙げ、播磨国福井荘、現在兵庫県姫路市で所領を得た。承久の乱で功を挙げて、安芸国大町荘、現在広島県北広島町の地頭となった。昭和2年、1313年には、吉川教皇が本拠を駿河から安芸を朝へと変えた。教皇の子らが、安芸吉川氏、宗家、石見吉川氏、播磨吉川氏、駿河吉川氏、堺市吉川氏に分かれた。南北朝時代から室町時代にかけては、土佐国の文軍守護に任命される。鎌倉時代末期の昭和2年、1313年に、宗家は安芸国に移住し、駿河丸城、続いて小倉山城を拠点に豪城を誇った。その兵は盛況で、吉川経元の頃には、鬼吉川と呼ばれ、他家からは畏怖された。通り時は、京、平。戦国時代初期に、吉川国常の娘を、毛利元就が、国常の嫡男、元行が元就の姉を、それぞれめとった関係から、毛利家と吉川家は、姻戚関係となる。しかし元行の嫡男で、吉川家を継いだ意経は、大内方と尼子方への廃藩を繰り返し、特に天文11年、1542年から、始まる大内義高による出雲国攻めの際には、尼子方に寝返りの末、大内軍は敗走。結果、元就も窮地に追い込んだ。元就の正室妙久の死後に、元就による吉川家への調略が始まり、吉川家重信は意経から離反し、毛利元就へ味方し、意経は元就の次男、元春を養子に迎え、隠居に追い込まれる。そして、天文19年、1550年に元就の謀略で、意経が謀殺され、藤姓吉川氏嫡従は滅亡することになる。その後の吉川氏は、元春から元長、そして広家へと継承されたが、慶長5年、1600年の関ヶ原の戦いで、毛利氏が減封されたため、周防国岩国領主となる。広家以降は、毛利家、特に、長府藩主、毛利秀元と価格について軋轢が生じ、幕家として独立を認められなかった。同じ毛利家中でも長府藩創設には特殊な事情があるため、一概に同一視はできない。しかし幕府からは、諸侯の扱いを受け参勤交代等も言っており、広家の子、広政は、毛利秀元失脚後に、長州藩の失勢についている。江戸時代半ばに当主となった吉川常英には、子がなく、徳山藩主の毛利広豊の子を養子に迎え、慶林と名乗らせた。そのため、吉川元春から続いた血は、絶えることとなった。ただし、慶林の系譜をたどると、毛利元就、妙久夫妻へとつながり、母系では、吉川氏の血を伝えている。幕末の動乱期には、長州藩を支え、第二次長州征伐で、岩国藩兵は活躍して、明治維新まで存続し、幕末に朝廷から諸侯としての独立を認められた。明治17年、1884年には男爵となり、明治24年、1891年には子爵に昇爵している。また、吉川経元の三男、十吉が分家して男爵となった。元光の系統は岩国に在住したが、重国は宮内庁に入庁、皇室に入った正田道子や川島典子の妃教育を担当するなど、宮中儀礼の専門家として活動した。播磨吉川氏は、吉川友常が、正治2年、1200年に、梶原景時の所領であった、播磨国福井省を得たことに始まる。その故郷校は、福井省の西保と東保を分割し、一族の者に東保を相続させた。後に、西保は大仏北条氏の支配に入ったが、鎌倉幕府滅亡の後に、吉川氏が北条惟貞の一族から取り戻している。吉川卿慶には、子がなく、弟の主平の子、卿長を養子とし、福井省を譲った。しかし、卿長が、正平3年、昭和4年、1348年頃に死去したため、その子の信長が後を継ぐも、それ以降は不明である。岩見吉川氏は、吉川卿公の子、京茂から始まる一族で、京茂が岩見国の永安別府を所領とする、永安県栄の女、孫夜叉を室にしたことが縁となり、岩見との関係性を深めていった。後に、岩見津淵荘の地頭職を得ることによって、岩見吉川氏が成立した。その後、卿健は南北朝の騒乱において、母方の実家である三隅氏との関係から経験は、宗家の吉川経盛には従わず、この興味とともに、南朝方に味方した。正平4年、昭和5年、1349年に、母の孫夜叉、領海にと、兄の常遠が対立すると、母に味方して、常遠を追い落とし、岩見吉川氏の家督を相続した。正平5年、昭和6年、寛永元年。1350年から始まる寛永の上乱では、足利忠義方に味方し、足利尊氏方に従う宗家の経盛とはたもとを分かった。多くの戦いで勲功を挙げ、正平13年、延文3年、1358年に、南朝の後村上天皇から駿河権盛に任じられている。正平23年、常時7年、応安元年。1368年には足利忠冬から大麻新城の地頭職を得ている。後に嫡子の興味が安芸吉川宗家の家督を相続したため、岩見吉川氏の所領は兄の常遠の子孫に与えて岩見吉川氏を相続させた。戦国時代初期、岩見吉川氏当主、吉川卿典には擁設した男子しかなく、栗淡路守の子で京天皇位にあたる栗吉一郎を養子として迎え、吉川京康と名乗らせた。京康は、毛利氏の一族となった吉川氏宗家に従い、吉川元春の武将として、中国地方を転戦。その後、京家は、名将として知られるが、天正9年、1581年に、鳥取城の戦いにて自害。その嫡子亀樹丸は幼少であったため祖父の京康が養育に当たった。亀樹丸は成人後、吉川常見と名乗り、慶長5年、1600年の関ヶ原の戦いの前哨戦である阿能津城の戦いで奮戦して負傷。京都にて治療中に関ヶ原本戦が終わり、毛利氏の防庁移行後は、岩国領吉川氏の家老職として仕え、明治時代を迎えた。吉川京家の三男、家良美は後に、鳥取藩池田家の家臣となった。五代目、三遊亭円楽、本名、吉川広会は、この岩見吉川氏の子孫を称している。円楽が鳥取を訪れた際、地元図書館長が教えてくれたところによると、藩官府に、円楽の曽祖父にあたる人物が安政7年、1860年に切腹したとある。その息子、円楽の祖父、菅雅は、当時7歳で、父の自死に立ち会い、侍というものは、かくも悲惨なものか、もう嫌だと思い詰めて、武士を辞め、徳川書院の増上寺に入り、僧侶となったという。明治に入って、菅雅は名字を、吉川から、吉川に改めたとされる。吉川卿公の三男、京信が所領を分与され、大麻境の在所名を取って境を名字とした。吉川宗家家臣として活動し、戦国時代の当主、境常照の娘は、吉川京家に嫁いでいる。慶長5年、1600年の関ヶ原の戦いの後、毛利氏が防庁移行されると、吉川広家に従って、岩国へと移住し、そのまま幕末を迎えた。2018年現在も当主は、岩国市内に居住している。入江景義、家臣ではなく、補佐として付けられたものも含む。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。